こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はカート取得の仕組みについてお話します。カート取得率が良くなったとの報告をいただきました。これは FBA 利用者へのカート取得のプラスポイントを復活させたためだと思われます。ちょっとの間ですね、Amazon のカート取得の優先順位の原則であった、まず Amazon が最優先。ね、まあ、これは当たり前ですね。Amazon のプラットフォームなんで。次に、FBA 利用者、ね、Amazon に商品を送って、梱包発送は Amazon がやる、タイプの、まあ、発送方法ですね。これを取ってる人が、カートが取れるというのがありました。で、次に、ね、FBA がいなかった場合に、出品者による発送と。で、これが、カート取得の資格のある出品者で、時間を単位に順次切り替わるんですけど、同じ金額ならこういう形。で、値段とかパフォーマンスによって多少これは動いてたと。ただ原則的にパフォーマンスが一緒で値段も、変わらなければ FBA 最優先っていうのがありました。どうやら一時期ですね、この機能をオフにされていて、FBA 最優先じゃなくてですね、自己発送でも問題がなければ、FBA と同列に扱うというのでね、値段が同じだったら FBA より、自己発送でね、取引数が多い人の方がカートが取れてるというのがね、ちらほら見受けられました。まあ、それがまた元に戻ったようです。で、この変化ね、また変わるんですかというご質問だったんですけど、これ実はね、出品者の側が変化に気づかないってことはありますけど、おそらくずっといじってます。いついじったとかじゃなくて、毎週とかね、まあ、多分毎週でしょうね。どんな長くても1ヶ月に1回以上はいじってます。で、たまたまね、大きな変化に当たった時にいじったんじゃないかと言ってますけどね。そうじゃなくて、これはもう常にいじってると思ってください。なぜなら、この AB テストを繰り返して、より良いパフォーマンス、Amazon が望むパフォーマンスに近いのを探すのが、こういうアルゴリズム開発の基本だからですね。アマゾンほど成長スピードの速い企業がですね、たまにしかいじらないというのは考えにくいです。で、今回はですね、自己発送を増やした場合の顧客満足度の変化のデータを取っていたと思います。これ理由はですね、アメリカで航空機をチャーターして、どうやらもう自前の配送サービスを、今年のホリデーシーズンから始めそうです。で、日本と、ね、この自社の、配送サービスを整備したアメリカ、これ以外の国のですね、宅配会社、郵便局っていうのはかなりお粗末な品質の配達しかしてません。これをですね、そのまま行った方がいいのか、ね、あるいは、他の国も自前の配達を進めるのか、そういう判断材料にするために、ホリデーシーズンも終わった、時期でですね、テストをしてたんかなと。まあ、かなり大胆なテストだったと思うんですけど、テストをしていたと思われます。で、カート取得のね、アルゴリズムというのは、公表されているものと公表されてない部分があります。で、カスタマーサポートにね、結構問い合わせてますという、情報発信者とか、セラーフォーラーを見るんですけど、まあ、どうもやりとり見てると、まあ、Amazon の体質的にそらそうなんでしょうけど、公表している情報以外は、カスタマーサポートも知らないと、ね。あんまり相談するのに意味がないわけですね。まあ、よくガイドライン読めよと。言ってしまえばそれまでの返事しかカスタマーサポートではしてくれないと。まあ、それはね、この、注文不良率とか、ね、セラーセントラルで、セラーパフォーマンスを見ればわかる数字。まあ、この辺の数字だけですね。で、まあ、しっかりとね、具体的な指標の内容を公表してませんと書いてあるわけですね。これだけいろいろ価格とかね、在庫状況とか配送、カスタマーサービス、顧客満足しそうと書いてあって、具体的な指数を公表してないってことは、逆にこれ以外の要素が結構あるということを暗に言ってるわけですね。で、そんな中で間違えた情報もいろいろあります。ね、代表的なのはね、良いコメントを集めた方がいいとか、いうのがありますけど、まああまり意味はないです。で、じゃあカスタマーサポートが言ってないことをどうやって推測するのか。私の場合は、会員さんにアドバイスをしたり、動きがあった時の相談内容、報告内容から、まあ、ほぼ、まあ、こういうふうにいじったなというのが、解明できてます。これなぜかというとですね、
Amazon はもうシステム優先の会社、システムで回していく会社。なぜなら、世界を支配する、ね、小売業者を目指してるんで、とてもマンパワーだとね、やっていけないというのがあります。そんだけで、Amazon 輸出で儲けるためには、この新しいシステムの変化に対応しつつですね、Amazon が何をやりたいか、システムを理解した王道のノウハウを実践することが大切です。上記要件、このね、公開内容はもちろん、それプラスアルファのですね、ご相談したときにお伝えしていること、会員限定のメルマガでお伝えしていることをよく、実践してですね、カート取得率を上げてください。一時的には、ね、テストの内容によってはカート取得率落ちることもありますけど、王道のノウハウですんで、しっかりと、一時期戻れば、ちゃんとカート取得率上がります。そんだけで自信を持って、実践していっていただければと思います。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。